弊社とアニメでお茶をお届けするお茶の放送局。はい、どうもお茶放送局のもっちゃんです。本日はですね、僕の乗ってる、トヨタのアクアのチーズでちょっと変更したところが、ありますので、ちょっと今回はそちらを、紹介していきたいと思います。外装はまあ1箇所だけっていう感じですかねっていうことになっていまして、まあ多分社内紹介の時になかったんですけど、こちらねドライバイザーの方を、取り付けました。こちらは、まあ、トヨタ純正で、まあ、これ Amazon で1万1000円で購入したやつです。前ドライバイザーがちょっとついてなかったんですけど、まあ、今回は付けました。まあ、ドアバイザーつけた理由っていうのはやっぱり雨降った時にですね、ちょっと窓開けるんですけど、すごい風が強いんですけど、窓開けた時にですね、雨の水が車内に入っちゃうので、つけたのとですね、あとはまあやっぱアクアの車って結構いっぱいいろんな方がやっぱ乗ってると思うんですけど、やっぱそう見た時にほとんどねやっぱりバイザーがついてるっていうこともあったので、バイザーの方を取り付けました。取り付けとこんな感じですかね。はい、こちら左側ですね。左側もこんな感じでちゃんと取り付いております。外装に関してはまあこれだけって感じですかね。まあね、内装の方結構変わったのでちょっと紹介したいと思います。では開けます。内装ですね、まあ、内装結構変更している箇所がございますのでちょっと紹介したいと思います。まあレーダー探知機はまあ以前と変わらずここについてます。前も紹介したんですけど、ユピテルの GWR503SD っていうものになります。 Amazon でまあ3万円くらいで買ったやつでございます。これがついてて、そしてこちらに、OBD2 アダプターですね。こちら OBD12M3 っていう、まあ、通常のやつにね、ついてます。なんかトヨタセーフティーセンスがついてるやつだと、ハイブリッド用のこれ OBD2 のアダプター使えないので、まあ、やつ普通のやつついております。そして、ハンドルも結構変更しました。これまあアクアとプリウス専用のハンドルカバーつけました。これ半額で1000円くらいで購入できました。ハンドルカバーつけると結構やっぱりこう持ちやすいのでね、結構運転はしやすくなりました。あとですね、こちらこのねステアリングのスイッチも、取り付けました。こちらまあ700円くらいで、購入できました。こちらの両方ねついてます。この方がちょっとこう押しやすいので、なかなかいいと思います。あとはこちらにね、スマートフォンホルダー取り付けました。アクアの車って、吸盤のやつ取り付けれないんですよね。ここがね、こう革で作られてるので、あそこにもね、取り付けれると思うんですけど、こちらね、ここもね、一応、エアバッグなので、取り付け場所がここしかなかったので、ここにね、取り付け、こうやって、まあ、付けるって感じで。これだとちょっとレーダー探知機とちょっとこう被っちゃうので、あんまり意味ないかもしれないですけど、まあ一応フォルダーとしてはここについてるって感じです。こうやってね、こうやって閉じるとまあぴったりサイズって、本当にぴったりサイズにこう作られてるってものになります。あとはですね、ここのコンソール部分もちょっと今汚いんですけど、変更しまして、こうアクア純正のね、こう2000円くらいで買ったやつになります。配線がすごいシュッすっきりしたので、ここもちょっとぴったりサイズって感じにはまっております。結構綺麗な感じになってますね。すごいすっきりしました。あとですね、こちら、ゴミ箱ですね、こちらも取り付けました。運転席側と助手席側、こちらにね、ついております。これもまあ1000円くらいで購入できたっていうものになります。あとですね、こちらこれちょっとあんま顔つんでこうするんですけど、ルームミラーね、カーメイトのブルーの、3000R っていうね、なんか平面型と曲面型のこう中間のミラーになる、これ3000円くらいなんですけど、まあ、こちらにね、交換します。前のミラーちょっと結構古くて、ちょっと需要が結構あったので、ちょっとミラーの方も交換しました。こんな感じでございます。あとですね、こちら、ここもね、実は変更してですね。はい、こんな感じで、
LED ライトに変更しました。こちら前はハロゲンだったんですけど、LED に変更しております。こんな感じでつきますね。ハロゲンの時結構夜運転する時結構暗いんですよね。これだったらまあ LED なのでかなり明るいって感じです。で、ルームの真ん中の方はこれプラズマクラスターの LED ついてるので、ここはいじる必要なかったんですけど、まあこういった感じでついてるって形になります。トランクのこのラジエーターの部分ですね、ラジエーターのこのトランクの部分の LED もランプもハロゲンから LED に交換しました。結構ね綺麗ですね。やっぱ LED の方が結構綺麗なのでものすごくいいです。ではちょっとエンジンかけてみますね。続いてはまあ基本的な部分のね表示をちょっと説明しようかなと思うんですけど、この車はね、燃費がやっぱいいです。ガソリンも納車して納車して、納車した次の日にガソリン満タン入れてもう2週間ぐらい経つのかな、2週間経ってもうこれですからね。まだガソリン2つってぐらいなので結構燃費はいいですね。で、走行距離が、55,755キロっていうことですね。で、このトリップメーターここを見ていただくとですね、もう400いっちゃったんですよね。これすごいですね。前のスイフトが250とか238ぐらいで、もうガス、まあちょっと空っていう状態になってたので、燃費に関してはもうめちゃくちゃ良くなりましたね。すごいね400いっちゃいましたね。すごいいいです。はい、こんな感じですかね。あとまあちょっと伝ってみて何気に便利だなと思ったのはですね、ここのボタンを押すとですね、こうやって話してくれるんですよね。こうやって話してくれる機能がついてるんです。まあ、T コネクトのナビなので、めちゃくちゃすごいいい機能ナビがついております。はい。とまあ内装点、まあ変更点はまあこんな感じですかね。まだね、他にもディーラーさんにね、HDMI とか USB の取り付けとか、まあ一応それは明日やってもらうことになったんですけど、まあそれとですね、で、あとはまあドライブレコーダーですね、まだつけてないので、ドライブレコーダーの方もね、取り付けようかなと思います。一応ドラレコは一応まあ注文でもすでにあるんですけど、まだちょっと取り付けてないという状況なので、まあ、今後は USB のやつとですね、HDMI に入力できる端子をまあディーラーさんに取り付けてもらって、あとはドライブレコーダーをまあつけるっていう形ですかね、ぐらいでございます。はい、ということでね、本日は、僕が乗ってるトヨタアクアジーズで、まあ、ちょっと内装と外装でちょっと変更点がありましたので、そちらの紹介でございました。この動画良ければチャンネル登録よろしくお願いします。以上、もちゃん放送局でした。それでは失礼します。